止まらぬ水原明菜。いやなんかね本当にまだ松ヶ瀬も渋川も、はい、ああちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。何があったの？ポンしたよ、見てこの手、とんだん米統一でした。一番ここで役満来たかもしれない、来たかもしれない。まだ視聴者が見る前に言うのやめてもらっていいですか？いやです、映るまで我慢してました。はい、全容は絶対僕言わない、気をつけてました。今大きな声が出てるのがつい、ね、やばい、やばい。これ水原普通にで攻めたらトンで、トンですよ、トンですよ、です、ね、トンなんですよ、トン。ダブナワンともかくトンぐらいはな。でも今一応少数紙があったら嫌だなと思ってるからこんな感じで考えてますよね。ここでウーピン切ったら地配全部切んないですね。確かに、はい、ここが分岐点ですよ。まあ、普通に打つかでね、普通に打つかでね。あ、これはでもだいぶあらららららってなりますね。あらららってなってますよ。だってトンもペイも役じゃないもの、はい、はい。これでだってあの人一番欲しい役入ってたダブナンダブ、ダブナン統一ってことはみたいな、なります、なります、めっちゃんこなります。で歯つないってことで歯く泣いてないから、はい、結構あれ南南はまあまあ普通にあるな、チューも泣かれない、あれあれあれってなりますよね。でもこうなったらアキナさんはもう何切らないですね。そうそうそう、これで何を切ること多分ないんだけど、ね、でも自力ありますよ。何つったってシャア3枚なんで。そうだよね、シャア3枚と何1枚、4枚残ってます。なんなくてもいいじゃんね、シャアシャアディーだもんね。シャアシャアディーです、シャアシャアディー、シャアシャアサブローソーです。あ、シャアさ切る、渋川さんもうちょっと待っててください。いやっていうかアキナちゃんがトン切んなかったら今シャア重なってたよ、はい、だから田先切ってよかったじゃないトンっていう結果論ね。確かに結果論ではそうです、今のところね。村上さん、はい、めちゃくちゃいいこと言ってますよ。そうでしょ、はい、いいこと言ってないんだけど、あ、いや、これリャンシャンテンになったよ。なるほどね、どっちか引いてくれよ、ね、チャンフトシ、チャンフトシ。昨年の役満が出た5月の16日にまた役満出たら、これちょっとドラマチック、そうですね、 M リーグですよ、うん、ドラマティックルネッサンス、ドラタンヤオイシャンテン。あ、でも上がりそうだな、カンさんはいいもんな。先ほどちょっと話途中になっちゃったんですけど、はいはいはい、あでも何は切らんでしょ、何切らんよ、切んないっすか。いやだってなんかもう必要ないもん今、今ハツが通ってるから通っ切っただけね。そうよ、何か通ったら切ろうだけど、はい、4万6300持ってんだよ。あー、何切っちゃダメ、切ったら水穴が合わせるから。いや違う、ポンじゃないの、何切ったら。あ、ポンだ、そうでしょ、ポンだ、ポン、ポン切ってもいいんだよ。いや渋川さんもうね立場的に打ってもいいです別にね、これ止めてたらって優勝できないもんなかなか。あ、でも偉そうやるか、むずいね。でもこれ止められちゃったら悲しみでしょ。あとシャア2発引くしかない、そうシャッシャー引くしかないもんね。あー、さすがにね、さすがに普通のマージャンしてますね。決勝だからっていうバランスじゃないですね。ちなみに M リーグ出てた役満は第三元、国士無双、スーアンコの3種類しかないんですよ。あのメジャー3種類と言われる。そうなんです。ただね、スーアンコ短期っていう珍しいのは何回も出てるんですね。あ、そうだね、はい、それは何回も見てる気がする、とにかくシャアを願ってるでしょ今日吉君は。願ってます、そうだよね。あとね、うん、とにかくシャアがどこにも行ってないんでしょ。ああ、来た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 よ、あと2枚だよ、あと2枚だよ。あ、違う、違わない、全然違わない。シャア2枚とサブロソ3枚かな、ね、んシャアが1個切られてる、ね、シャア1個、ごめんなさい、シャア1個出てました、すいません、大興奮で先にいつも切られてる、ね、そうでした、渋川さんがシャア捨ててました。でももう一個最後のシャアを1個ある、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 もしくは水原さんが手が滑って何切るか。サブロソ滑りすぎですけどね、滑りすぎだね、はい、こんだけ切らなかったの。あ、おい、これでさ、またまずサブローソーぐらい引いてもらえますか。2枚ですね。ねえ、なんか、はい、ちょっとそう、ああああああ、尾形号、これ切らないもん。ごめんね、切ない解説して。でもしょうがない、これは切らないんで。よしこ、怒んないで。顔、怒んないで。あ、来た来た来た、リーチじゃないか、これは。あ、ダマもあるか。でもな、いや、点数欲しいっすよ。ね、なんかね、うん、やっぱ一応ね、まだ。リャンピン待ち自体はどうですか。ウーピンがね3枚見え、3枚見えで、あ、いった、うん、まあ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 、なるほどね。ウーピンすぐ回収、ほんとだ、これだけ残ってましたね、ウーピンは。じゃあここでおもむろに渋川が嫌がらせっつってシャア切ってみる、松ヶ瀬打てみたいな、ね、今の順テンパイしてないよなっつって、うん、やるわけない、はい、やるわけない、そんなことはない。いや、残り2ピンが2枚だけかな、1枚か、リャンピンが1枚です ね、バニー2枚だもんね、リャンピン1個しかないのね。あー、一応テンパったけど順からでございます。切ない、これは切ないな。だってチャン、いや、無念すぎるな。チャンとしもリャンピンを打つだけの今マシーンになってるってことだよね、テンパってるのに。いや、こんなに虚しい役満テンパイがあるか。確かにね、なんかね、虚しいというか本当に切ないというか、切ない、うん、切ないがぴったりね。本当だね、ちょっと順番違えばね、
切ないよ。だったのに。リャンピン止まるわけないし、もうあとはリャンピンを掴まないことをね、ドリブンズファンに。いやー、ほんとそれだけ。うん。山津風もこれは覚悟の上だと思うんですよね。この、うん。太のこの仕掛けを見て、うん。例えばこんなのでリーチ行くのかよっていう風な人がいるかもしれないですけど、うん、はい、この得点状況、はい、うん、この街、はい、もちろん全てを加味した上でリーチに踏み込んでるわけですが。だからレギュラーシーズンの序盤だったら、逆にリーチしてないですね。はい、してないでしょうね、はい。さっきの水原の逆ですね。はい、いやー、太しトンポンペーポン、手の中にはなんとシャアが統一少数シーの天敗です。リャンピンもなくなった。おー、これちなみにですけど、はい、少数シーの天敗は今まであったんですね。ありますね、あるはずです。はい、天敗はね、いろいろしてるんですよ。流意層天敗とか、はいはい、新郎天敗とか。天敗まではね、結構やっぱ上がりがね、まあ、役満ってのは難しいですね。天敗ミスにもありましたね、堀慎吾のダブル役満天敗。あ、そうですね、はいはい、本当にね。松ヶ瀬敗退の相撲を残すのみですが、山には上がり牌がない。村上さん、これ、はい、かもしれませんね、親落ちの中では。最高ですよ、はい。なかなかね、こうこんだけ逆転したい人が揃ってて、はい、これだけ攻めてて、そうそうそう、なかなか流局で終わんないですから。敗退もやらせないぜと渋川ちいその暗冠を宣言して臨車を積もります。そうですね、シンドラがウーソー、はい、これは松ヶ瀬に3枚乗ったんですが、リャンウピンもここは出ず流局と変わります。はい、少し少数し天敗も流局。水原、どのような心境か。まずは3着となりました赤坂トリブンズ渡辺太志選手にお話を伺います。対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。そして分岐といえば水素少数し、はい、少数しの天敗もありましたけれども、はい、あそこはいかがでしたか。まあそうですね、まあハイパイで確かシャー以外が統一で、そうですね、うん、まあ結構現実的に上がれそうな、まあ、松ヶ瀬さんからもリーチ来たんで結構上がれる可能性あったんですけど、うん、そうですね、まあ、ただ上がれなくて相当悔しいんですけど、はい、うん、まあ、そこでなんか気持ち切れちゃダメだなって思って、まあ、親番来ますし、うん、あんまり引きずりすぎないように、そうですね、まあ、うまく切り替えられて親番難しかったんですけど、その後そうですね、なんか、まあ、投手出して戦えたんで、はい、悔しいですけど、まあ良かったかなと、その後は姿勢的には良かったかなと思います。